にもーちゃんはやゆちゃんが好きって言ってしまった。やゆちゃんもちろん好きだけど、さわやももちろん好きだよ。しみさら警察に聞かれたら大変ね。だって友達、そんなあの友達として好きなんだもん。みんな一人なんて。お疲れもちゃん、お疲れん、お疲れん。今日も仕事疲れて、もいちゃんに癒されて。おあ、お疲れもうさらしかかったん。未だに全然遊べてないっていうね。マジになりすぎじゃないですよ。みんな好きなので、そんな一人なんてね。だって友達一人しか好きじゃになれないなんて誰も決めてないよ。放課後ホームルーム申し込んだ。やゆちゃん楽しみ。なんでそんな3人の名前あげてくれないの。なんで一人だけなの。私は友達として好きなんだよ。ピッピッポーピッピッピッポー。ヤホミンチョ、ヤホミンチョ、なんで人たらしってなるの。だって女の子だよ。女の子なのに。放課後ホームルーム平日じゃなかったらな。ねえ、分かる分かる。ねえ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 、ホームルーム今度こそおもちゃんと話したいの。したい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 。こんばんは。人たらしは男女関係ないんですか。え、なんで。でも平日じゃないと放課後寝れるね。確かに学校がある日じゃないと。え、放課後って言わん。だから平日なんかな。すごい正論だ。正論でしたね。あら、私ちょっと教室並べしたいなと思ってるんだけど、みんなはどう？喋りながら。土日もあるのか。私の日はあれだったかな。じゃあ何回かしよっか。そう、最近あんまりやれてなくて。そうだから喋るわ。喋りながらやるね。そういえば私今日めっちゃドラゴンエッグ強くなったよ。ドライブ配信もねしたいんだけど、まだこっちの携帯にアプリが入ってなくて、それでね、まだちょっとだけかかるし、これはみんなと一緒にできるからいいかなと思って。ちょっと待って、電子時計開くね。もーちゃんのドライブのアバターいかつくて笑っちゃう。だってさ、いかつくしないと可愛く、じゃあ強くなんないんだもん。そう、授業中にドライブはやれてないですね、もちろん。そう、25分21秒で OK。 いや、チアレターでもう本当に強くなってる今。もうモモの今日ね、もう今日何十億だろう、もうめっちゃ何十億も強くなったのは
マジでみんなのおかげです、ありがとう。七並べ、これでわかるかな。そうなのよ、あんちゃんの誕生日カードゲットした、ももももゲットゲット。何のアニメ見てる、何のアニメ見てるかな、なんちょっとこれポンって押してからちょっとやりますね。いけたかな。シンティさんと牛丸さんとモヒカンのダイナソーさんと当たりました。もう何のアニメ見てるかな最近。私あれなんですよね、あれなんですよ、私今お邪魔女見返してるからでもね最近見てたのがなんかとにかく可愛いっていうアニメ見ててめっちゃ面白いよ。あとは何見てたかな、何見てたっけ、あと魔女のやつしか今季見てないのかな、あと犬夜叉のあたる夜叉姫映画選ぶね、そう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 、とにかく可愛いもんちゃありがとう。そう勝てるかな、どうだろう、もうでも2回もさパスしちゃった、大好き大好き。そうコモ今日も可愛いね、ありがとう。お邪魔女見るならドラッグやらなきゃ、それがですね10時以降はドラッグできないので逆に10時以降にアニメを見ております、リセンです。そうそうバーストピエン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 だよー。でパス高校生は10時以降あーバーストしちゃう、ピリになっちゃった、ピー。でもさ9時までじゃなくて本当によかった、もいちゃんがからエールが帰ってきた時の嬉しさ、おーよかった。ワイワサイン、あそんな変わらないじゃないか。ねえなんか1位2位だと嬉しいよね、ありがとう。もいちゃんに忖度しないとは私からん。もうねドボンしたいんだけどどうしても今2個ゲームしてるので七並べとドライブ今はできてないですね。次何分にしましょうかね、30分21秒にします。ちょっと余裕を持ってね、あありがとうございました、ありがとう大戦楽しかったよ。最近宿題は宿題そろそろやります。そろそろ課題出そうかなみたいな感じですね最近は。うんまあ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 、まあ、宿題って出すみんなとね、頑張りせん頑張りせん、20あと1本、あと1本キューブ買ったの、そうみんなのねキューブを買って、そう竜を強くさせてみたいな、ニャンジュニャンニャンジュニャン、今日前髪の調子いいね、え嬉しい。もーちゃんからの愛待ち受けにしていいよ、ぜひぜひ44 15 46、サラコ見てないかな、どうだろう。なんか何日か会ってないだけですごい会ってない感じがする、どう使うのか、うんでもやっぱり昇竜が一番効率マジでいいと思う。17 18 19 20 21、
あら、ちょっと遅かったかも。なんか電波が悪い。ベラガンさんとアレートさんとマンダムさんでいいのかな。当たりました。もう昇竜の存在この間知った瞬間に強くなったもするし、ひなさんがめっちゃ強いってチラッてして見てるんですよ。もうまあちょっとチラッと見てるんですけど、めっちゃ強くて、よかった治った治った、よかった。めちゃくちゃびっくりした。コメントが急にピッって止まって、ちほさん強いでリピートされた。あら、そう、あれ、じゃあ私その後喋った言葉聞こえてなかったんかな。え、全然多分ももの電波が悪かった。すごい、ちほさんが強いって言った後にひなさんもめちゃくちゃ強くて、2位だ、強くて、ゆきりかとかれかちゃんも強いっていう話をしてた、一人で多分。そう、よかった、戻って。そういう話を今しておりましたね。次35分にしよう。そう、めっちゃ飾ってたのにみんな急に強くなり始めた。多分みんなの力だよ。ちほさんは妹さんも40億ある。妹さんもやってるの、すごい。40億強い、強いね。もいちゃんと疑惑も、もり、もわく戦ってみたけど秒でひねられた、ごめん。もいちゃんの役に少しでも立てればいいな。ありがとう、大切に大切に。でもなんか総合力っていうよりは実戦総合力っていう方がやっぱりなんかギルドで戦う時にはいいみたい、模擬戦かいいみたいなので、実戦はちょっと頑張りますよ。今日もね、本当になんか昨日とかまでさ、なんか47億ぐらいしかないのに今日80億になったのでちょっと頑張ろう。100億超えたい、自分も頑張ろう。最近は結構詳しくなってきてて嬉しい、自分も。そう、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。なかなか強くならない、難しいよね本当に。もうもみんなの力ですごい、そう強くなったから、もうは七並べをしております。
牛丸さんとしんちぃさんとしろたんさんと会いました。ありがとうございます。ピヨ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 、8と9の差が分かる。あ、そうなの。私ね、どちらタマティーナちゃんをね、タマティーナちゃんをね、どちらタマティーナちゃんを、育てたいんですけど、プレミアメイクがもう買えなくなっちゃってて、なんか陽気なさ、陽気陽気じゃない、なんだっけあれ陽気じゃない、なんか陽気なドーチャラおじちゃんの買い物みたいなやつがさ、なくてですね、どこに行っちゃったのプレミアメイクちゃんは、どこに行ったの本当に、誰か教えてぜひ個人チャットで待ってますなんかね、個人チャットで結構タマティーナちゃんとか集めた方、取った方がいいよとかアドバイスが来るとすごい助かってて、めっちゃ読んでます。何気ないこととかでも何でもいろいろ読んでるので、ぜひ返せはしないんだけど読んでるのでそう、アリーナで交換できるの、アリーナでどこで交換するのか分からなくて、1位だ、おうありがとう、1位になっとった。もうカムラいる、黒の、黒にした、赤じゃなくて。アドバイス以外でも全然大丈夫。あ、そう、インスタの DM みたいになっとる今おはようみたいなおはようって思ってるもん。あ、おはようって返せないから心の中でおはようって。アリーナで5000するともらえるの、よかったらぜひももちゃんメールにて画像付きで教えていただけると一星は泣きながら喜びます。おはようだけでもいいよ、全然みんな送ってくれる。タマティーヌちゃんはもしよ、かわいいよね、かわいいし強い持ってるけどさ、あれなんだよね、持ってるけど、持ってるけど育成できなくてセットできないあいさつ吐きましょう。お、待ってますよ、元気もらってるのでね、いつも。3時40分にします。もちゃメールでアリーナの公開写メで送る、ありがとう今の気持ち送りつけちゃうと、お、待ってる待ってるね、プレイヤー装備も強化してる、してるしてるよ。難しいね、でも時間がなくてね、そう今最近は。そう、でもそれでもできる限りのことは頑張ります。フランシスちょうだい、やだやだ、可愛い女の子いっぱい持ってるんだもん、ももキャラクターめっちゃ可愛いの、あの子が。今日ももちゃんの部屋は電気もらえる、よかった、大事やで、頑張る頑張る。おはようもちゃん、今日も天気いいねでチャットもいいの、うん、ぜひもものことベタモベでも待ってますよ。今日もももちゃんは可愛いねって言ってくれるとももははーっていう気持ちになるので、リスはねそういう気持ちになる。もちゃんのアカウントちょうだい、やだねじゅうに、じゅうさん、じゅうろく、じゅうしち、じゅうはち、じゅうく、にじゅう、にじゅういち。はーってなるのか、え、それは嬉しいの意味だよなんかいつも自信よくなくす人なので、リセンは。
20日のホームルーム、ぜひ来てくださいよ、待ってますよ。え、キュルン可愛いんだけど。そう、可愛いってメールの返信で散々書いてるけど、いつもそれも嬉しいんですよ。ね、Pさんと闇討ちした熊の具体、Pさんとマスタング大佐さんと当たりました。タイミング間違えた、あらら。大丈夫、話すか。ショールーム見たら時間過ぎる、わかるわかる、自分も釣りそうになる。これからも全力で甘やかします、やった。すごいキュロンが来る、キュロンが。こんばんは、こんばんは。なんか前は七並べしてたら全然喋れんかったけど、今はなんかできてる気がする。勝てるかな。トゥルトゥルトゥトゥ、配信レベル上がったの嬉しい。嬉しい言葉だ。リセモモカやらかしました。やらかしちゃった、やらかしちゃったよ、やらかしちゃった、泣いちゃう。いやだよ、やだよ。ジョーカー残しちゃった。ジョーカー残しちゃったよ。ちょっとね、ボケておりましたね。リアクションが一つ一つ大きくて舞台向きですね、ありがとうございます。知り合いの STU メンバー、知らない女性メンバー、女性にキラー見せたらこの子ダントツじゃないって、嬉しい。嬉しい。ちょっと自分は今日はねミスをしました。ちょっと待って、もうちょっとガチャタイムするわ、ガチャタイムする。ほらガチャタイムします。誰が当たるかな、ピヨーンピヨーンピヨーン、おう、ピヨーン、かわいい。あ、自分の4が当たった。アイコンじゃない、カード、カードだよ、自分が当たった、見て見て。ガチャは我慢しないよ。あとね、サーヤンの一番いいやつとアヤパンのいいやつが当たりましたね。結構運良くない？だって2枚もいいの当たって、あ、サコちゃんが2枚出た、かわいい。あとアンちゃんとリコチとヒョウダさんとマイハさんとココアさん、いいですね、引き強かったです。強いでしょ、お強くない？めっちゃ、だって2枚出るのでもいいもん、あの一番いいやつ。そう、あ、愛ちゃんショールームしてる、もう一回だけ引く、今日はこれで終わり。え、あ、びっくりした、引いたのに顔が出てこんくてバグった。あ、ぴょん、かわいいよ、かわいいよ、かわいい。クリンさんのいいやつ当たった、かわいいよ、みんなもかわいすぎます。リカちゃん、リカちゃんとかヤヨちゃんとか、あとね、なっちゃんのいいやつ当たった、かわいい。それ欲しいやつ当たっちゃった。いいでしょ。そう、あとね、コウコさんとか、アオイさんとか、あ、サイカリも、ダオ、イケヤも、うん、かわいい、みんなかわいいし、全部当たり。そう、そういえばモモの今のあの一押し力が1130なんですよ。
1130円すごくない？だから変えたくないんよカード今んとこ2期生が多かったね。私が引いたのは私の誕生日ってことだよ。キュルンもいいな、欲しいな。割とゲームやると、うん、そうだね、ハマったゲームは意外にやる人かも。でも S 字並べはね、時間的にね。113年は理性にとって大事なんですよ。50分にある。50分はあれだね、あつ森はなんか時間かかっちゃうからね。49分にするね。一番ハマったゲームでもさ、ずっと何年間もやってたのは本当にあつ森なんよ。でもそれは 3D の方やってた。そうそう、でも七並べ好き。音ゲーはね、今はしてないかも。なかなか対戦できない。当たるよ、きっと当たるよ、信じよう。熱中しやすいのかも、そうかなでもゲームはそんな、まあまあ女子の中ではする方かなぐらいです。結構女の子ってゲームしないんですよ、意外に。人によるかもしれないけど、ももの友達はそう。釣りがラストかな。そうだね。49分ね、結構時間ある。スプラトゥーンとかうまそう。うまくないよゲームのセンスはないんですよ実は。なので私はスプラトゥーンは下手すぎてすぐ打たれますね。だからほぼやっておりません。言ったのですが、それもまた弱い好きなんだけどね、弱いんですよね。なんでだよ、なんでだよ。スマブラは本当に一瞬で負けるから。でも今荒野行動はしてないです、時間がなくて。第五人格とかもしてたけど、第五人格もね、あのハラハラドキドキ感がちょっと怖くなっちゃって19、20、21。ピンヨーン。26時のマスカレードさんとポジティブ大事さんと天理さんと当たりました。またね、メールでもね、時間があるときにお誘いするので、ごめんね、当たった人ありがとう。当たらなくてもももと対戦しようとしてくれてありがとう。よし、勝つぞ最後は最後は勝とうかな。でも久々に対戦できて楽しかったよ。ありがとう。ももちゃんコールオブディティディティ合ってる？うまそう。なんか知りたい、気になる、教えてよかったら。対戦の上に肉まんあげる、ありがとう。おいしいおいしい肉まんありがとう。もーちゃん推しとの対戦だった。お、仲良し小良しでやりましょう。もーちゃん頑張れ頑張る。放課後ホームルーム楽しみじゃね。お、楽しみ、楽しいよね。勝つぞ、勝つぞ、キャー。そこは置いちゃダメだよ。へっ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 
ホームルーム当たりますよね。当たってほしい。当たってほしいよ。トゥトゥトゥ。コール・オブ・ドゥーティー、どんなゲームなんだろう。私でもゲームが得意って言われたこと一回もないんだよね、今まで。いつの間にか上がってたでしょ。ルールル待機、トゥルルトゥルルルルルトゥルル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 ル。本日のゲストは、勝てたよ、もーちゃんとは一度も当たらなかったけど。ぜひね、またお願いしますね。ドライブはもうでもみんなのおかげだから、そう、でもめっちゃ頑張ってる、詳しくなろうと思って、なんかドライブのこと詳しいスタッフさんがいて、教えてくださいって言って教えてもらったり、そう、結構ねやってます。マリオカートは結構得意よ私。まあ、そう、ゲームセンターお姉ちゃんって言ったら絶対マリカーするんだけど、大体もうね、最近負けてるんですよね。うん、負けちゃうの最近は。うん、なんか運が悪くて。ゆむりんさんも聞いてた人かな。そう、一緒一緒、多分一緒。あれ、写真撮るやつ、そうそう、写真撮るやつはもうマリカの写真毎回撮るときは変な顔にして撮ってるのが私たちの恒例ですね。ちょっと見かけられたら恥ずかしいけど、通りすがりの方に。そう、53分、いやー、そろそろ読もう。ドラゴンさん、ミラーボールありがとう。白玉でした、クマありがとう。ドラゴンさん、ハートありがとう。ドラゴンさん、あんまんありがとう。あんまん、でもどういう感じなんかな。あんまんありがとう。食べてるよっていう感じで。たっちゃんさん、だるまありがとう。たぽぽのおしゃべさん、ピザマンありがとう。なんか組全部変わるのむずいな。これで大丈夫？うん。タンポポのお酒さん、あんまんじゃなかった。肉まんありがとう。ヘルジンしんちゃん先生さん、ハートありがとう。ドラガンさん、ピザマンありがとう。なおともさん、お花ありがとう。なおともさんもこれは、あ、難しい、待ってね。リクマありがとう。エイトさん、ピザマありがとう。シンジ君さん、ピザマありがとう。太っちゃう。なおともさん、あんまありがとう。ひさしーさん、お花ありがとう。なおともさん、かわいい、ありがとう。マヒカのダイナソーさん、これはピザマンありがとう。しいたけさん、ハートありがとう。なおとうさん、花束ありがとう。ドラガンさん、だるまありがとう。たーちゃん、ハートありがとう。ドラガンさん、お花ありがとう。しんじくんさん、ナイフありがとう。えびさまさん、お花ありがとう。かわいいもありがとう。なおとうさん、こばありがとう。てるさん、あんまありがとう。つかちさん、かわいいにピザもありがとう。てるさん、お花ありがとう。なおともさん、だるまありがとう。バンガーラン、シュノーイさん、ハートありがとう。ごめん、間違ってたら、英語が。たらいもさん、たらにこばんにハートありがとう。なおともさん、ライフありがとう。ピリリさん、ハートありがとう。ふくりんさん、かわいいありがとう。イメージしたくまのぐったい、ピピピピピさん、これは肉パンありがとう。あざしさん、ハートありがとう。ゆきあきたさん、ハートありがとう。
みんながペロペロってペロペロキャンディーないのに言ってる。カステルさんいいね、ありがとう。僕アンマンさん、アンマンありがとう、分けてくれたの。キノジーさんピザマンありがとう。たーちゃんこれはアンマンにピザマンありがとう。ねえ忘れてないからそんなペロペロって言わないよ。今来た人びっくりしちゃうよ。いいけどね。ってことでランキングの方を読んでいきたいと思います。10歳の東京 TK 局長さんありがとうございます。12位のたちゃんさんありがとうございます。11位のゆきあきたさんありがとうございます。10位のノートモさんありがとうございます。9位のドラゴンさんありがとうございます。もーちゃんの部屋もよしです、ありがとう。8位の花山さんありがとうございます。7位の闇討ちしたくまのぐたいピピピピピさんありがとうございます。6位のひでくんさんありがとうございます、ペロプロス。ありがとう。5位のふみさんありがとうございます、久しぶりにみんなと並べられて楽しかった、4分よかったです、また誘うね。4位のピリリさんありがとうございます。3位のタロイモさんありがとうございます。2位のヒロさんありがとうございます。1位のシンジくんさんありがとうございます。ももちゃんのサイン入り浴衣生写真当たったペロ、お、ありがとう、書いた、そうサイン書いた、この間よかった、うん、ありがとうございました。今日ももうちょっとかな、58分だ。最後にピロピロたくさん言っておこう。もーちゃんがゆっくりできて安心して、お、よかった、ありがとう。もう誰もペロペロではびっくりしないよ、しないかな。ペロペロペロって、おつペロ。またコロペロ待ってるペロ。まだペロペロする時間が残ってるって、みんな大好きね本当に。あと1分ペロ、ありがとうペロ教えてくれた。実演ペロペロしない。うーん、そうだよ、もう2期のあの配信バレちゃったから。もうみんな驚かないかもしれない。ニコ生のコメ見てたよ。めっちゃペロペロあったもん、本当に。めっちゃ笑いそうになっとった。ありがとう、今日も。それでは私はドライブをしながらゆっくりしたいと思います。バレてますわよ。おやすみ。